1,2,3 走れソリよ風のように雪の中を軽く早く笑い声を雪に負けば明るい光の花になるよ Hey! Jingle bell, jingle bell 鈴が鳴る鈴のリズムに光の輪が舞う Jingle bell, jingle bell 鈴が鳴る走れソリよ丘の上は雪も白く風も白く歌う声は飛んでいくよ輝き始めた星の空へ Hey!鈴のリズムに光の輪が舞う Jingle bell, jingle bell 鈴が鳴る森に林に響きながら俺シンプル簡単バージョンやってみました。この鈴がすごい響くでしょ。これね、便利ですよ。この手首にはめるだけですから。これ、シャンシャン、手首をこうね、振るたんびにシャンとなる。便利な道具がありました。あ、今のジングルベル、入門コード3つのね、シンプル簡単バージョンでしたけども、気づいた？途中の、ヘイとか、ウーとか、オーレー。この掛け声がガズレレ式でございます。これね、みんなで一緒にやる。で、この曲演奏する前にみんなに、最初に練習してもらってください。明るい光の花になるよ、ヘイだよ、つって、その次、光の輪が、まあ、う、振り付けも、うですからね。はい。その次、森に林に響きながら、オレイ急になんかちょっとスペインになっちゃうみたいな、そんな感じですね。今ね、YouTube で一緒にできたという方、これクリスマスパーティーにまさか YouTube 見ながらやるわけいかないから、やっぱり、ね、自分だけで、ご自身だけでできるようにちょっと練習してほしいんですけど、その時にね、やっぱりちょっと楽譜見たりさ、最初覚えたいでしょ。で、ガズがいつもこうやってノートで、こうやってこれ書いて今や、これを見ながら今やったんですけど、今ね、ガズクラブというサービスがあります。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のジングルベルを含む今までガズが取りためてきた膨大なノート楽譜のストックの中から皆さんが毎月5曲、ダウンロードしてどんどん練習できるよというプログラム、ガズクラブめちゃ盛り上がってますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そしたら楽譜をちょっと写していきましょう。はい、こんな感じですよ。超シンプルなんですけど、入門コード3つでシンプルなんだけど、よく見てもらうと、ここ見て、C が1ブロック、次 C、F、F、G、7。ちょっとこうずれ込んでる感じ。よーく見ると、あれなんかずれ込んでるって感じで。コードは簡単ですけど、このコード変えるタイミングがちょっとね、面白いことになってるんで、これ一時停止してメモってください。まあ、これね、ほんとガズクラブでゲットしていただくのもいいと思うんですけど、手で書いてももうそんな難しくないんで、それもおすすめです。で、今日も2番もやろうと思います。ちょっと歌詞が変わりますけどね。はい、そんな感じです。あ、そうだ、忘れちゃいけない。これですよ、ほら。へい、う、おれ。この三段活用。この掛け声がね、大事です。なんでこれね、パーティーで弾くときは、最初ここ練習してください。ここ。花になるよ、ヘイ。これ、ヘイってここで言うんだよ、とか言ってね。光の輪が、まあ、うーって言うんだよ、とか。ここ最後、お礼だよ。そうやってから始めるのがキーポイントです。さっきも言ったんですけど、入門コード3つで。これはもう超絶、これ以上の入門コードないっていうぐらい入門コードですよ。はい。で、これでやってみようと思います。はい。じゃあちょっとね、今日これは、こっからはかっこいいバージョンいこうと思うんですけど、やっぱかっこいいバージョンは、いろんなリズムでやるといいと思うんですが、まあ、やっぱりね、ちょっとこう大きいリズムでとって8ビートのチャがいいかな。ちょっとね、こうルンルン気分。シャッフルの8ビートのチャのバージョンでやってみようと思います。8ビートっていうのは、じゃんじゃじゃんちゃちゃんじゃんじゃんちゃんちゃちゃん。これちょっと跳ねた感じでやりたいですね。じゃっちゃっかちっとたっかちゃ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 っか。
シャッフルって言うんですけど、これ跳ねたリズム。はい。この8ビートなんですけど、こう8ビートのチャでシャッフルでやってみてます。ちなみにこの8ビートのチャという弾き方、ここにリンク貼っておきますんで、これちょっと、やってみたい方はやってみてください。リズムはね、8ビートというのが基本になってますから、まず8ビートをやってから8ビートのチャ。これ体を揺らして、思いっきり全開で、そしてさらに、こっちも行きますよ。ヘイ、ウー、オレイ、このアレンジで。もちろん鈴もつけます。はい。いやー楽しいですね。これもう本当にみんな盛り上がってほしいな。今年のクリスマスパーレーはグレルで。そんなわけでですね。じゃあ準備、バッチリです。ジングルベルガズレレールかっこいいバージョン。やってみる上がります。この8ビートになるともう、なんていうの、ドライブ感、まさにこうサンタさんがソリに乗ってこうグワーッとこう行くぞみたいな、みんなの街に行きますみたいな、そんなね、この鈴がそんなムードをね高めてくれるかなと思って、あちょっと熱くなってきた。これ楽しんでぜひ皆さん大きな声で家族中仲間中で、この「ヘイ!」とか「オレ!」とか「ウー!」とか、これがまた盛り上がるんですよ。やってみたら分かりますから、まず最初練習してから本番に入ってくださいね、皆さん。はい。そんな感じで、このウクレレクリスマスパーティー盛り上がっていこう。クリスマスの曲いろいろここにリンク貼っておきますね。ここにまとまってるんで、他にもたくさんいい曲があるんで、ぜひクリスマス、今年のクリスマスウクレレパーティーやってください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか?ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして、インストールお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単
単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のこと分かると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。